ご紹介にあずかりました教育学研究科の奥久耶香と申します。今日は皆様のご参加いただき本当にありがとうございます。私の方からはですね、自然科学と人文社会科学の境界というタイトルで、まあ歴史的な話をしたいと思っています。まあちょっと自己紹介のページがありますが私自身はですね、まああのこの今日は解けるというテーマでこちらのこのプログラムに加えていただいているんですけども。 かなり文系と理系という括りを考えたときには、溶、まあ、けている分野の出身者ではあります、つまり、この専門に書いてありますように、まあ、科学技術士、教育士、まあ、特に科学技術士の、科学技術士という方に着目していただきたいんですけれども、まあ、自然科学や技術、まあ、理工系のです、ね、歴史を多く扱っている分野でして、まあ、言ってしまえば文系の人も理系の人もいるというふうな分野の出身者になります。 それでですねあの、えー、こちらの自己紹介にあるように、文系と理系はなぜ分かれたのかと、まあ、ここでは分かれている話をしているんですけれども、まあ、そういった本を書い,てきた,書いたりしたという、えー、研究者ですであの、ね。年齢層は、今日本当に参加していただいている方、いろいろな方いらっしゃると思うんですけど、まあ、これはの高校生が見るような、えー、ウェブサイトのページから取ってきたものなんですが、まあ、特におそ、えーまあ、らく今、あのえー 80代、90代の方あの、参加していただいているという方もいらっしゃるということなんで、あのその年代の方は、ですねここまで文系理系というのは分かれていなかったと、私たちの頃に分かれていなかったという気持ちを持たれるかもしれません。で一方で、えーまあ、今、10代の方は多分このページをご覧になるんですけども、あのまあ、私と同じ年代、40代ぐらいの方は、多分文系と理系の続きが文系と理系だった、つまりこの図ですと、 高校生では、高校では文系理系のクラスに分かれて授業を受けていて、そして大学に行くと、文系学部、文系融合学部文理融合学部、理系学部があるというふうな図になっています。で、この真ん中の文理融合学部というのは、あのこの20年ぐらい増えてきた、まあ、そういう学部がある大学が増えてきたというふうな現状があります。ただ、いずれにしても、文理という,うな概念、つまり教会が引かれているという現状がありまして、 えーまあ、私の科学士だとか、科学技術士のように、まあ、融合的な、まさに分離融合系の分野っていうのは、私の専門分野なんですけれども、まあ、そういった分野の人がいるにしても、それはやっぱり最初分かれているという感覚があった上で、融合と言っているわけです。で、あのまあ、今日の話の中では、まあ、かなり歴史的な話ということで、まあ、学問分野の境界ということを考えてみたいと思ってます。で特に自然科学と、まあ、今、文系理系って言い方をしましたが、 この言い方は、あのまあ、かなり日本と東アジアに独特な表現ではあります、分離というのがもともと漢語から来ているわけですね、であのまあ、もう少し国際的に通じやすい言い方は、まあ、自然科学であるとか、あと人文社会科学と、まあ、文系と言われるものは、おおよそ人文社会科学と言われるあの一軍のです、ね、一連の学問分野の集まりを指しています。 で今日は個々の学問分野の、例えば物理と数学とか、そういった分野の境界はちょっとあまり扱えないんですけど、より大きなです、ね、自然科学と呼ばれるいろんな分野の塊と、人文社会科学と呼ばれる分野の塊というのは、そういったレベルの枠組みの境界について考えてみます。で、えっと、実はですね、この話はあの西洋の歴史で言いますと、 哲学の歴史とも重なるものがありますなぜかというと、西洋の哲,哲学というのは、古代から学問の分類を続けているといっても過言ではないからです。アリストテレスなり、プラトンなりを読みますと、まず哲学とは何かという話をしておりますし、さらに、あのいろんな分野に分かれて、まあ、こういった学問があるという話をしてるんですね。 それは今の私たちが考える大学の,その専門分野というものとはちょっと違うんですけど、ただ、哲学的に考えるときに、地を分類するということを西洋の人々はずっとやってきました。そして、その伝統というのを、かなりの程度、結局、日本にいる私たち、東アジアの世界も近代化の過程で受け入れてきたという経緯があります。そのことをちょっと前提として、今日はかなり西洋の話が多くなります。 でそのまあ、最初にちょっと枠組みを話しておきますと、西洋の哲学,哲学的な伝統の中で、要は複数の対立軸が用意されました、例えば自然と人間であるとか、あるいは厳密な学問とそうでない学問とかですね、さまざまなものが用意されてきて、でそれがあの歴史の中で、ある対立軸が、まあ、強,強く受け止められたりとか、そうじゃなかったりということがありました。 その哲学的な分類の話のほかに、もう一個今日は意識してお伝えしたいのが、教育と、まあ、制度の境界ですね、これは人為的なものでもあるんですが、やむを得ず引かれるという部分もあり、惹かれる境界という部分もあります。例えば、人が、ある種の人が集まっているとかですね、あるいはお金を投下されやすい対象とかですね、人の動き、金の動き、あとまあ時間的、地理的な条件、ある場所にある人が集まっているとか。 そういったことをもとに、まあ、例えば学校が作られて、学校の単位で、まあ、なんか科目をこう編成するときに分けてしまうとかですね、まあ、そういったことも、まあ、私たちが知っている文系理系というの,はあのまあ教会に大きな影響を与えています。まあ、今日うはあのもう最初にかなりおよそのところをしゃべってしまったんですが、まあ、歴史系のお話の常で、あの事例をこれからいろいろ出させていただきたいと思います。でまずえ最初 17、18世紀のヨーロッパから始めますあの、本当は古代から始めてもいいんですけど、今日はあは時間がさすがに足りませんので、えー、まあ、それでですね、あの少し、まあ、近代の直前のあたりから始めるということでお許しください。えー、17世紀、18世紀のヨーロッパというのは、実は先ほど申し上げた哲学的な分類と、実際の制度の分類、学校とか大学のあり方が、 かけ離れたたた状態ににああっっってて困ななとといいいうう感じになっていたという経緯があります最初に哲学的な分類がどうだったか、つまり当時の人々が学問とはこういうものだと考えていた分類がどうだったかという話を百科全書というフランスの巨大な辞典を例にお話しさせていただきます。 まあこの世界史の教科書にも出てくる百科全書ですけれども、まあ、全部でなんか30冊近い、ね、あの大きなです、ね、辞典で構成されているんですが、まあ、この本の中に、本の第1巻にです、ね、こちらの、まあ、映像にあるような図がありまして、これは何かと言いますと、すべての学問を分類しようとしたまあ試みの図であります。であのこの図の由来自体もさまざまな背景があるんですが、 えー、主には当時のディドローとダラン・ベールという、まあ、今でも哲学者として知られる、まあ、特にダラン・ベールは哲学者であるだけではなくて、数学者としても知られるんですけれども、まあ、その、まあ、数学者とと、物理学者とも、まあ、兼ねますかね、はいまあ、その人々が、まあ、過去に、彼らより1世紀近く前のフランシス・ベーコンという人物、まあ、これも思想家の作った分類をもとに、す、ま、べ、あ、ての学問を、 およそ3分類ししてて整理していますでこれはあのご覧になると、まあ、3分類ってとこでもうすでに文系理系という感覚ではないわけですけども発想もとても違ってますベーコン自身はあのさらにその前の、まあ、アリストテレスとかさまざまなあの哲学者の意見を参考にしながらえそれでも新しいものを付け加えていましたそれはあの当時発展の著しかった自然科学のまああの 非常にこう、分野が増えていった自然科学を念頭に分類しようとしてたということです。で、あの新しい、あの全くオリジナルな分類方法もやってまして、それがあのここに書いてある、人間の頭の能力をですね、3つに分けて考えて、まあ、それをもとに学問を分類するというものです。1つは想像力、まあ、イマジネーションですねで。イマジネーションの学問が私学、まあ、あのこれは今で言うと文学に近い、芸術とか文学を含むと思ってください。それからえ記憶 理性の,の分野としての歴史、そして理性の分野としての哲学なんですけど、この哲学の中に実はものすごくいろんなものが入ってます。えーとまあ、この図でいうとですね、あの一番右側があの、まあ、想像力の私学で、一番左が、まあ、記憶の歴史で、真ん中が哲学の諸分野になるんです、理性の哲学ですね、まあ、非常に真ん中が豊かであることが、まあ、視覚的にも薄いですけど、ちょっとあのご覧になれるかと思います。 でこの理性を少し拡大して、まあ、それも全部はお見せできないんで、単純にしたものを示しますと、哲学の中に今でいう、まあ、自然科学がすべて入っています。あのこの図でいうと、一番下のですね、えっと、これで、あここに人間の学というのと、自然の学というのが見えます。そのほかに哲学の中には神の学と一般形状学というものが入っているんですけれども、 この、えー、と先にちょっと自然の学の話をしますと、この自然の学がいわゆる、まあ、ベーコンの時代、それからリドロ・ダランベールの時代に発展著しかった自然科学ということになります。もうニュートンが出現している時代ですので、まあ、ガリレオ・ニュートンがもういる時代ですので、想像はつくかと思います。でそして、その上にでも人間の学というのがあるわけですね。でこの人間の学は、まあ、霊魂論とかいろいろ入ってますが、あの やはり哲学の一部なんですが中にですね例えば道徳というものがあって、まあ、これはモラルという言葉をちょっと道徳と訳していますがこの哲学の一部が人間の学としても発展しているとでこの道徳の先の方に法学というのが一番右端,右端にあるのをちょっとご覧になれるかと思うんですけど、まあ、実はですねこの人間の学の枝というかブランチというかそういうものが 後の社会科学、例えば経済学や社会学も含むような分野に発展していくというのが歴史的な経緯です。なので、要は哲学の下に人間の学と自然の学が入っていると。今で文系理系がすべて入っているということになります。さて、先ほど見ていただいたのは、これは哲学の分類なんですけど、じゃ大学、実際に 学問の学ばれる場所である当時の大学はどうだったかというのを見てみますと、これがまた全然違う姿をしているわけです。まあ、違うというのは、文系と理系というふうな構造をとってもいないですし、まあ、さらに言えば哲学的な分類に即したものでもないわけです。まあ、いて言うならば、少し古いですね、あのアリストテレスの分類だとかは参照しているんですけど、いずれにせよ、この時代に学問の制度とまあ哲学者たちの考える 学問はこうだと思うという学問の姿とは一致してなかったということはお分かりになるかと思います。はい、それで、えーとまあ、これはエマイマニマエル・カントという哲学者の,あの、まあ、書いた諸学、書学,、まあ、学部の争いという文献に出てくるような、まあ、構図なんですけど、まあ、この時点ではさまざまな学問の対立軸というか、まあ、境界線の引き方がありました。でそれは、一つは実学と、まあ、非実学と書きましたが、要は、 えーまあ、単純に言うと、役に立つ、えー、と、すぐには役に立たないと、まあ、役に立たないとネガティブな意味というよりは、まあ、ここではですね真理のための、新しい真理のための学問とかって別の言い方をしているんですけれども、まあ、要は当時の大学は、神学、法学、医学、上の黒い部分ですが、専門的な人材、例えば神学であれば聖職者、教会の神父,神父様とか、司教とかですね、そういった人物、まあ、ドイツですとプロテスタントだから、ちょっとあの言い方が変わってきますが、 あるいは法学だったら弁護士とか司法関係者、医学だったら医者ということで、まあ、専門的なあの、まあ、手に職系の、あのまあ、それも高度な専門人材を供給するということになってたわけです。でこれはあの国家が直接に利害を有する教育であるという、まあ、そういうふうにも論じられているんですけど、要は社会が気にする分野なわけですね。それに対して、えーまあ、下級学部とここで書いてあるのは、あの位置づけとしてはですね、 進学、法学、医学に行くまでの準備をする学部ということになってたんですけど、当時の大学では、この学部で実質上、新しい分野を様々に受け入れていくということをやっていました。例えば、当時発展しつつあった自然科学や人文社会科学の、まあ、例明期にあった、まあその、まだそこまで発展してない新しい状態、新しいというかあの作りつつ、作られつつあるそういった分野は、まずは哲学部で教えられていたということがあったわけです。 で結構先端的な天文学の内容が、まあ、下級学部で教えられるということがありました。でなので、あの当時の、まあ、下級学部、哲学部と名前が変わりつつあったんですけど、まあ、そこの人たちもそれなりの自負を持って、我らこそ、あの真理のための真理、まあ、つまり本当に役に立つとかそういったことと、関わりなく、まあ、学問のための真理を教える場だというふうな、まあ、誇りを持ち,持,ち持ち始めていたということです。 あの関,関東自身の主張はあの、この下級学部というか、まあ、哲学部の方うの、まあ、立場に立ってのものなんですけども、まあ、大学の役割をそういうわけであの、いわゆる実学の専門人材養成のための場ではなくてですね、えー、むしろその大学問の中で異なる心理が戦い合って、ですねそれで、えー、実全体としてこう心理を追求していくという、まあ、かなり哲学部がこう全体をなんというか支えるような、まあ、そういった構想を持ってたんですが、まあ、ちょっとそれは話があのそれますので、 要は大学と、要はまあ哲学の分類とちょっとずれてたという話です。しかし、ここでですね、18世紀末というのは、時代の転換期でございまして、先ほどの例えば大学の在り方も、あと社会の在り方も変わっていく時代なわけです。簡単に言うと、そのこれから話しますように、フランス革命のような政治的な事件が起きて、社会が大きく変わる国が出てくると。 でそしてそれに合わせてえ哲学のあり方も変わっていきましてで、そこで新しい学問の分類の仕方というのも出てきます。まあ、なので、ここからは18世紀末以降のヨーロッパについて話を、えー、したいと思います。ちょっと字が多くてですね、<laughs> すみませんあの、かいつまんでお話しできればと思います。まあ、簡単に言うとですね、フランスの話を急にするのは、フランスでやはりフランス革命のような事件が起きたわけですね。で事件が起きて それが多かれ少なかれ周囲の国に意識され、まあ、波及を、まあ、なんというか影響を及ぼしていくというふうな経緯があります。でフランスの,、まあ、あのいろんな王様の首を切ったとかですね、さまざまなことがあるんですけど、ここで強調したいのは、そこで,それではそれだけではなくて、大学がフランスでは一回全部潰れています。大学を消しているんですねで。なぜかというと、当時の大学は、そのまあ、旧体制、つまり、まあ、王皇貴族、 唯立時代の古い体制と一体のものだったから、一旦やっぱ潰さなきゃいけないと、特に1793年9月の1行目は、これはフランス革命が非常に過激になっていた時期なんですけど、例えば自由な国民には学者のカーストはいらないというのは、まあ、そういうふうな表現で訳されていますか、まあかなり強い学者はいらないのだというふうなことを主張した時,代も時期もあって、実際に学者の一部はですね、 古いい体制の協力者とととしして処刑されるということがありましたラボアジエといった有名な化学者なんかは首を切られてるんですけれども、その一方で、全くじゃあ、教育に不熱心だったかというと、そうではなくて、実学的な、つまり必要な医者だとかですね、そういった人材は一生懸命育てるんですね。貴族が国外に逃げてしまったりして、高度な教育を受けた人が減ったというのもあるので、 医学系とあと、軍人だとか技術者のような教育体制は整えていきます。ですので、フランス革命の時期のまあ混乱期のフランスというのは、非常にその実学教育に傾きます。医学の教育を例えば、一生懸命早めにやって、まあ、あのちょっと急いでその体制を整えて、1794年にはまああのエコールポリテクニックという不思議な名前の学校ができてますけど、これはあの史上初のですね、まあ 専門的な科学教育機関であるんですが、まあ、技術者の教育技、技術者と官僚で技術が分かる人の教育をこの学校で行います。まあ、つまりあの、実務化教育を行ったと。それから1806年以降というのは、これは革命が穏やかになっていく時期の話でして、大学にあたるものを復活していきます。えーまあ、ちょっとあの表現がやや,こしややこしいですけど、 その大学をすぐ作り直したわけじゃないんですが、大学に近いものを作って、えーまあ、要は従来のエリート教育が戻ってくるんですが、そのときにき、まあ、今日の話に関係することとしては、一つちょっと変わったことが起きます、それは一番下のところなんですけど、1808年に文化ファキュルテ、まあ、ファキュルテって言い方が変ですけど、まあ、学部に当たるものですね。 文化の学部にあたるもの、理科の学部にあたるもの、あとまあ神学というのは、まあ、キリスト教の国ですので、まあ、そのファキュルテにあたるものが、えー、できます、まああの。ここで注目していただきたいのは、初めて、まあ、理科ファキュルテ、ファカオといえばサイエンスですね、英語で言うとあの、理科の学部にあたるものができているんですね。で、このような区分はそれまでの大学にはなかった。あのちょっと話が前後しますが、えー、18世紀より前の大学には、あの 科学者を育てるような、まあ、理系の学部というのはなかったので、ここでそれに当たるものができたということになります。実際にその大学を、まあ、ナポレオンの時代に、フランスの,あの、まあ、革命がその一段落して、ナポレオンがまあ支配者になった時代のフランスでは、あのまあ、かなり文系理系とは言えないけど、近い学問館というのが出てきます。でそれはまあ進歩する科学と、まあ、伝統的な文芸というのは、 まあそういういつにこれ自体はあの先ほどのまあ新しくフランスにできた大学のような組織であるユニベェルシティとはちょっとカタカンで書いてますが、まあ、その総長によるこ演説なんですけどここであの、まあ、フォンターヌという総長は科学と文芸というものをこう2つに分けた上でその、まあ、科学は進歩して新しくなっていくが文芸はむしろまあ古い 古くあること、まあ、古風さが最上の作品であると、最後ので言ってますが、えー、むしろ、えー、全く正反対のものが、川普通正反対のものは文芸であって、それは過去の意,、まあ、意向というか、素晴らしさを伝えるものだと、まあ、そういうちょっとかなり乱暴な分け方で、えー、学問全体をたたえているということがあるわけです。 これは保守的な分離人間論って書きましたが、このような考え方を取る人は実は意外と今でもいて、文系はなんか昔のものを守っているが、科学は新しいものを発見すると、そういう言い方をされることがあるんですが、似たようなことを言っているわけですね。ただ、ちょっとここで気をつけた方がいいのは、実はこのナポレオンの時代に弾圧されてた分野というのもありまして、ここに現れているものがすべての学問分野ではないわけです。例えば、ナポレオンはこのにあに、 まあ、生まれつつあった社会科学の分野を弾圧してますつまり政治や経済について意見を言えるような新しい学問、まあ、そういった分野が出てきてたんですけど、そ,れの,そ,の,その人たちは冷遇したり、あるいはあ,のある組織のを潰したりとかいうこと、組織の部門を潰したりということをやってるんですね。まあ、なのであの、ちょっとこれはあの留保してしたうえでご覧あの見た方がいい内容です。 はい、それであのフランスの話を長くしましたのは、フランスはそんなわけで、科学とそれ以外とすごく分けて、あと実務化教育、つまり役に立つ人材、まあ、技術者とかそういった技術者や医者を育てるというふうな教育を進めました。それに対して、隣のドイツというのは、まあ、一旦たんドイツというか、当時はまあドイツという国はないんですけど、ドイツ語をしゃべるまあ地域ですね、そこの人たちはナポレオンに占領されたりとかですね、かなりあの。 まあ苦しい目にあったものですから、一旦ナポレオン軍がこう引いた後との、まあ、ドイツ語圏の地域では、さまざまな動きが起こります。まあ、その一つが教育改革でして、大学を新しくしようという動きがあるんですけど、その時にフランスへの反発が強く出てくるんですね。例えばフランスのような文化、理科のファキュルティ、まあ、科学を大事にするというのでして、まあ、そして実務化を大事にするというふうな考え方をむしろ退けて、反発して。 むしろそうじゃなくて、哲学を大事にして、そして従来の構造をある程度守っていくというふうな改革を始めます。フランス資金を反発するのは結構これははっきりしていまして、そして何が起こるかといいますと、この哲学部、学あ学部と、先ほど下級学部とあって、下にあったものですが、この学部がすで、えー、にいろんな新しい分野を受け入れてたんですけど、その役割をこう大きくしていくんですね。であの哲学部のの主張としてては、まあ、かつての まあ自由学芸と言われた従来の大学で教えられたものだけじゃなくて、新しい分野、まあ、ここでは文献学とか歴史、哲学、美学と、まあ、いわゆる自然科学と社会科学、すべて入ってるんですけど、まあ、それを受け入れた上で、でなぜあのこういう考え方を取ったかというと、まあ、いわば今でいう教養、教育が大事だという発想をとっていて、で哲学がすべての地をこう統一的に見せてくれると。 でそしてさまざまな知識を学ぶことで学の学問の統一性が分かるんだと、まあ、そういうふうなあのことを大事にしていましたその,あのドイツの,あのまあ面白いのはこの時にまあ先ほど申し上げたようなあのこういう大学としてはこうなんですけどこのちょうどちょ,ちょっと話は前後するんですがフランス革命の頃に自然科学の役割が非常にこう大きくなっていくにつれて哲学者たちが どうも、哲学と科学を区別するようなことを言い始めるんですね。で、この18世紀末には、科学者という言葉は実はまだ出現していませんで、自然科学を研究する人はみんな自分たちを哲学者の一種だと思っています。先ほど申し上げたように、哲学の中に人間の学と自然の学があるのですから、 えー、例えばニュートンは自分を自然哲学者だと思ってたんです、それは17世紀の話ですけど、しかし、18世紀末にはだんだん哲学者の中でもちょっと違うものがあるよねという感覚になっていた。で、イマヌエル・カントははっきりしてまして、まあ、これはあの純粋理性批判ということあの本に出てくるんですけど、哲学者は理性の立法者であると、まあ、だから理性の在り方を指し示す、まあ、存在という、でも言うんでしょうか、そういった立場だけど、数学者、自然学者、論理学者は、 いずれも理性の技術者であると、まあ、だから理性を使って何かをする人たちだというふうな言い方をしています。そして、関東は最終的には、あのまあ、あいわば哲学者の地位を高く、まあ、つまり数学者、自然学者、論理学者よりも、いわば理性の立法者たるような、まあ、道徳に関わるような人が哲学者だと、まあ、哲学者の,その本来の役割というのは結構限定してしまうんですね、まあ、限定というか、まあ、あの定義し直すというか、そういった側面があります。えっと 例えば人間の使命について、下の引用を見ますけれども、モラール、道徳とこ,こで訳していますが、人間の使命についての哲学がモラルと呼ばれる、道徳と呼ばれるのであると。古代において哲学者といえば、いつでも同時に優れて道徳学者、モラリストだったのであると。だから人間のすべきことを考えることの方が、哲学においては重要だという言い方をしていて、そしてえ哲学者とまあ数学者、自然学者、論理学者のような、 まあ今でいう科学者に近い人たちを区別し始めていたと。そして実際に、まあ、関東より少しあとですね、1830年代以降、ドイツの大学の中では、理系の教育の、まあ、専門的な教育制度が整っていくんですけど、その中で、まあ、これはリービヒという、自然化、化学の、科学の、ケミストリーの研究者が行ってた実験室でのトレーニングの様子の絵なんですけども、 まあ実際にここで書かれているリービヒのような人が育てる学生たちは、哲学者ではもうなかったわけです。むしろ実験室に入っていって、実際に機材を使って実験をして、い、えー、まあ、ラブラボですね、理系のラボラトリーという感じで、えーまあ、求めるという、まあ、問いをこう立てて、それで例えばあのこの場合だと。ど なんか物質の化学分析とかをしてですね土壌のなんか肥料の問題とかを考えてちゃんと論文出していくんですけど彼らはどうももう哲学者という感じではないというようなそういう雰囲気になっていったんですね実際に今でいうサイエンティストっていう言葉あの英語のサイエンティストにあたる言葉が、えーまあ、イギリスでまず生まれるんですよ。それはこの1830年代ですしそのその後のドイツ語圏でもですねだんだんあの区別する感覚が出てきても出てきます。 そして大学自体が変わっていきます。まあ、ちょっと時間がもうだいぶ飛んでますけども、ドイツの大学では、まあ、19世紀の末になりますと、えー、理学部というものが、まあ、19世紀半ばからですねあの、哲学部のほかに理学部と言われるもの、まあ、今でファカルィティブサイエンスですが、まあ、ちょうどフランスにあったようにですね、えー、理学部、 が哲学部ととは別の,ものとして出て出くるわけです、まあ、1860年代に、まあ、中美年元大学と、まあ、下の方に小さい字で書いてありますがいくつかの大学でそうやって、えー、要は哲学部が分裂してしまうという結果になりますでしかしその理学部と哲学部がもともと同じだったという由来が学位に残ってます今あの、まあ、哲学部っていうのはあの日本あの実はですね 今で言うと人文社会科学にあたるものは哲学部に入ってるんですけど、例えば文系の研究者で、博士号を持っている人が PhD というものを持っているわけですけど、これはもともと哲学の博士という意味,意,味意味がある言葉です、すみませんで。理学部も PhD ということで、えーと、やっぱり哲学の博士というあの言葉になっていて、それに対して法学部は PhD と言わないわけですね、あの別の言葉が当たると。で まこんなふうにあの由来が名前残ってる、学位の名前に残っているんですが、このように、いわば理学と哲学がこう分かれていくと、同時にドイツの大学というのは、の他の国にはない特徴を持っていたという面もあります。先ほど、ちょっとフランスの話から急にドイツに移りましたが、フランスは例えば大学を1回潰して、学部はできたけれども、あまり研究する場としての大学が育たなかった国なんですね。 それに対してドイツはあのいわば昔からの大学を残した上で新しいものを取り入れて総合大学と今言われるような形をいち早く整えていきましたでこの総合大学では同じ場所にです、ね、複数の分野が一緒にいるというあの構造をとりますでそれゆえに他の分野の人たちはです、ね、非常にそのお互いのことを意識して特にこの大学ではあのドイツの大学では哲学の存在感、まあ、今でいう 人文社会科学も全部入ってるんですけど、そういった分野の存在感と、それから理学部、新しく出てきた、そして学生を外国からどんどん集めてくる力を持った自然科学の領域の活発さというのを意識することになります。でその結果その、ドイツにおいて、まあ今日話題にするような文系理系にあたるような問題というのも非常に活発に話し合われました。これはディルタイという人物がが哲学者があの 書いたこことを載せてるだけけなんですけど、このディルタイはあの先ほど出てきたイマネル・カントの何、まあ、というか弟子に当たるの、弟子の弟子だか、まああのそ、そちらの系列の哲学をの研究者ですけども、哲学者ですけども、すいません、あのまあ、例えばですね、彼は、えー、学問を分類しようとしてその、まあ、こんなふうに言ってるわけですね、引用を読みますと、まあ、この科学概念に属する精神的事実の総体は通で2つの分野に区分されると。 その一つは自然科学という名称で言い表されると。奇妙なことだが、他の一つには広く認められた故障がまだないと。私は、地の地球儀のもう一方の半球を精神科学と呼ぶ思想家たちの用語法に従うと。でにその精神科学という名前で、自然科学以外の分野が呼ばれてたということがあるんですけど、ディルタイはこれをもっと深く考えていこうとするわけです。ちょっとあの言葉がですね、ドイツ語なので、あの精神科学という訳がいいのかという問題があるんですが、 まあこれ、先ほどの実はの、外出ベーシンシャフテンというこの言葉はえっは、と、英語だとです、ね、モラルサイエンスと、モラルの言葉にあたるので、実は道徳科学と訳すこともできます。でちょっとディルタイの学問観は深くは入れないんですが、まあ、簡単に言うと、こう考えたということで、自然科学と精神科学があって、自然科学は、えっと、人間外の世界に対する説明をする、まあ、外的経験、外から来るいろんな刺激を元に作られていて、で物事を説明する分野だと。 それに対して精神科学は理解する分野で、特に内的経験とここでは書いてますが、要は人間が受け取って意味を考えたりするような、心の中でさまざまな言語を通じていろいろ考えるような内容を扱う、それも単に説明じゃなくて理解する、納得するとか、そういったことが大事になる分野だと、そんな分類をしています。 主には自然科学は実験したり計算したりということなんですが、精神科学は歴史的手法というのをここでは、まあまあ、重視してまして、この自然科学じゃないものを歴史に対して歴史を対地す,するのか、それともあの別の文学とかですね、ほかのものを対地するのかというのは、ちょっと実はあのこれは分類の仕方によって違ってきます。実際あの、この時代にですね、さまざまな哲学的な、つまり また新たに哲学的な分類なんですね、哲学的な分類を試みた人々が複数いまして、例えば、ビンデルバンドとかリッケルトといった人々が有名なんですけど、これ、それぞれ味わい深いんですが、時間がちょっと押してきましたんで、要点だけお伝えしますと、例えば、ビンデルバンドは自然科学じゃない方の学問分野として、個性技術的、つまり個別の事物の探求が大事、例えば、自然科学だったら自然界全部が大事ですけど、 歴史だったら日本史と、まあ、アメリカ史は違うと、まあ、日本という個別性が大事だと、まあ、そんなふうな考え方ですね、そ,そういうことを考えたり、まあ、個性技術的に対する法則定律的っていうのはあの、自然科学のことを、まあ、説明しようとして、これはちょっと今当てはまらないんですけど、まあ、ただあの、自然科学はです、ね、法則を発見していくというようなことが、まあ、重要な側面あったので、まあ、そのように、えー、分類しています。 それに対して、リッケルトという人はまたちょっと違う分類をしていて、文化と自然というのは、そういう文化科学と、文化科学の個性技術的というのは同じなんですけど、それに対して自然科学、自然と文化という分類をしているわけです。このリッケルトの分類が日本にも輸入されまして、人文科学という言葉の元になったと言われています。ただ、これでお分かりになるように、二項対立の構図は複数あって、自然と文化なのか、あるいは精神と 自然,と自然と文化が自然と精神化とかですねあの、あとは方法論の違いなのかとか、かなり実は揺れてるんですね、揺れてるんだけども、まあ、自然科学を意識していろんな議論があったということは言えると思います。まあ、なのであの、2つの分類の、2分法の分類の意図することで、大体こんなことかなと私、ま,まとめてみたんですこれは私のまとめですけれども、要は相反する傾向が学問の分野の中にあるということの指摘にはなっています。 まあ、これは私自身の言葉なので、決してリッケルとかディルタイの言葉ではないんですけど、まあ、例えば人間をバイアスの源泉として取った上で、それを排出するために、いろんな観測機器を使って、えー、世界をその例えば大量観測、何度も何度も同じものを観測して、一般化して法,律法,法則を作ると考えるかと。 まあ,あるいはそれと全く逆で、人間は価値の源泉であると捉えて、個別的なことが大事、一、まあ、人の人間の個性が大事とか、そういったことも含めて、個別性に意味があると捉えて、人間がどうやって世界,をつく、まあ、世界の秩序を作っていくかということを考えるか、まあ、そういったものが重視される分野と、いろいろあるということですね。そしてこの真ん中の境界線は引きづらいんですけども、あとあの合間の分野というのもあるんですけども、 この相反するものをどういうふうに整理するかということの葛藤がずっと現れているのかなと思います。で20世紀の大学というのはそういうわけで、えーとまあ、主にです、ね、こんな形に分かれていると、まあ、これはあの大学をよくご存知の方はもう言うまでもないんですけど、まあ、今、自然科学、工学医学、まあ、それから社会科学、人文科学とこうありまして、一応、高校生の方もいらっしゃると聞いたので、えー、と科目名をあの右側に書いたんですけども、 でこの辺がどう分けるか、例えば日本だったら自然科学、工学医学,工学,医学を理系、他は文系とあの分類してますけど、他の国だったらですね、えーまあ、自然科学、工学医学、社会科学がみんなサイエンスということで、サイエンスと考えて、あとは人文科学のみがヒューマイティーズ、あるいはアーツというふうに呼んだりすると、えーまあ、特に人文科学はあのここに書いてある思想とか文学とかですね、あのまあ、非常にこう人間の価値観に関わるものをやあの研究していると。 社会科学はどっちかというと、社会をこう集団として捉えて、観察する部分があの、まあ、科学的であると、そんなふうに考えることもあるわけです。はいでえー、と日本の話がまだ残っているんですけれども、ちょっと時間が押してきましたが、まあ、近代日本の場合というのは、なかなか複雑な経緯をたどりました。もうこれだけであのまた面白い話があるんですが、まずですね、もともとは全く文系理系というような考え方ないわけで、 自然と人間を分ける考え方も実はないわけですね。例えば儒学なり仏教なり、あるいは神道なりの世界観があって、最初何が起きたかというと、学問の言語ごとに派閥ができて争ったようです。まあ、中国語であの、中国語からの学問、吸収をした漢学が、まあ、漢学のグループ、あと国学のグループ、洋学のグループと、まあ、あの要は、 それぞれの言語ごとにこう3つこう分かれていて、ひょっとすると、大学だとか、高等研究機関、教育機関の分け方も、この言語ごとに分けようかっていう発想も最初はあったぐらいのようです、本当に違ってたんですね。しかし、最終的には洋楽派、つまりあのオランダ語であるとか、英語であるかとか、まあ、西洋からの学問輸入をしてた人たちが強あの影響力を持って、そして例えば、のこの東京大学にあたるような、まあ、東京大学の前身にあたるような組織が作られていきます。 それがこのスライドの真ん中あたりですね。東京大学は1877年に法理文威というふうな学部編成で作るのだということになり、それが実際にはあの帝国大学とこ名前を変えたときに工科、工学部、まあ、今でいう工学部にあたる工科大学が付け替わって、総合大学として生まれあの、まあ、定着した形になります。でこの工学が実はまあ入ったというのは、欧米よりもちょっと欧米にはなかったと。 言われていていいいちょっっと新しし姿だったらしいですつまりあの工学というのは実はちょっと今日話出てこなかったですけど欧州の大学ではとりわけ、えーまあ、工学というのはもともと大学の中にない分野だったわけですものづくりというのはやや身分の低い人の仕事ということで大学の先生が扱うものではないという発想がずっと続いてきていてこの19世紀の終わりはようやくその工学が学問になっていく時期なんですが それでも大学の同じ敷地に工学部が入れてもらうということはあんまりなかった。工科大学とかの別の扱いを受けていることが多かったんですが、日本はいち早くですね、工学を大学の中に入れたそれで今の東京大学のようなものもできたわけです。つまり日本の特徴としては、工学がすごく重視されるという面がまずあるということ。そしてもう一つとしては、その下のスライドのところですけど、 文系理系というような発想で、かなり分けて教育するということを早くやっています。ちょっとこの経緯は分からないことも多いんですけども、例えば1918年に、あのこれはですね大学というのは高等学校という、その前の段階の教育の話ですが、えー、文化と理科に分けて、えー、まあ高等学校の学生、まあ、これは主に男子ですけれども、男子生徒、まあ、かなりエリートの男子生徒を教育するということにしています。そのまま上に上にがるとも、まあ、文化と理科は分かれて っていうとまあ、ある種のもう専門文化していくということが前提になっているわけですで。この種の構造というのは、例えばあの、まあ、東京大学がある程度影響を受けたドイツの大学であるとか、まあ、欧米の、特に欧州の大学にはなかった構造でして、この非常にこう早くから分けてしまって、効率よく教育するというあの発想が、日本の、まあ、なんていうか、教育の中にあったということが伺えます。 でそれはあの実際に官僚要請、まあ、官僚も文化と理科に分けて、い、まあ、わば技官と文官っていいますけど、まあ、分けてあの資格制度があったりしますので、まあ、そことも関わっているだろうということが水、えー、と言われていますで。現在ですけども、20世紀以降です、ね、この二分法的な境界線というのは、まあ、変な話なんですがあの、日本ほどではないにしても、他の国でもです、ね、現れていきます。で国ごとさっきも申しましたように、境界線の引かれる場所は国によってちょっとずれがありまして、 特に社会科学、まあ、経済学とかですね、あの法学な、まあ特に経済学ですかね、社会学もそうですけど、そういった分野がどっちに入るのかというのは微妙なところがあるんですが、えー、例えば2つの文化論という、ト、ま、ゥ、あ・まあ、カウチャーズといわれる、えーまあ、議論が、論争がありまして、まあ、これは大学のあり方をこう非常に、なんていうか、大学の在り方についてのビジョンの分裂というものがありました。もともとの起こりは、チャールズ・パーシー・スノーという上の、まあ、人物が、 あのまあ、大学の中にですね、えー、文学系の人たちと自然科学、特に物理学者みたいな人たちが2つ種類いて、お互い全然話しないとまずいと、まあ、そんな話をしたんですが、次第にですね、スノーの主張というのは、大学は技術科学技術の訓練をちゃんとする場であるべきだという、まあ、そういう主張になっていくんですね。でそれに対して、あの全く違う視点をぶつ,けぶつけたのがリービスという上のからの2つ目の人,人物で,で、これは大学がそのある種の、 まあ、どっちかというと自然、科学技術の訓練よりは、美的な知性を持つ精鋭、まあ、ちょっと伝えづらいですけど、ある種の,その文学的な創造、まあ、力であるとか、文化を批評する能力を持った人を育てる方が大学として重要だと、そういうふうな主張を行った人物がいたわけです。実際の経緯としては、あのまあ、スノーの方のビジョンが、まあ、優越しまして、えーまあ、それはやっぱり戦後のですねあの大衆高等教育の大衆化とかさまざまな背景があり、あと、えーまあ、理工系に、経済的な 価値を見出していったまあ産業界のあり方とかですねさまざまなものが重なって最終的にはあのこのスライドの下にあるようにあの理工系教育の拡充という形に向かっていきますまあ要は今の大学の改革というのはこのまあーのビジョンがこう非常にこう膨らんでいったようなまあその果てにあると思った方がいいかなと思いますこの時代にあのもう時間がギリギリですけれども経済成長と理工系教育のつながりというのはすごく強くあの意識されるようになりました。 いわば投資が、お金の流れが二分法を強化した、つまりお金になる利口系というふうなイメージを強めたということは言えると思います。でまあ、それからあの、まあ、ちょっと駆け足になりますけど、あの分野のジェンダー化という問題、今日ちょっとあまり扱えていませんが、これも面白い課題でして、えー、実際に女性が、まあ、いわば人文系、特に社会科学の人文系というふうな流れができてしまったのは、20世紀半ば以降のことです。 というのも、それ以前は女性が大学にいませんので、えー、傾向というのははっきりしないわけです。しかしあのいわば女性が増えていく分野と、そうならない分野ということで分かれたんですねで。この背景自体は、おそらく職業のイメージとかですね、あと性別役割のステレオタイプ、あの個別的な対象にまあ愛を持って接するみたいな、あのそういった価値観を女性はすごくあの、例えば教え込まれたりするわけですね。自分の子供とと家族にまあ思い寄せると、まあ、それを に対して一般的な社会匿名の人間集団ってものにあんまりこう向かわせないような教育っていうのはあるので。まあ、そういったものも関係しているかもしれませんが、まだちょっとあのわからないことも多いです。ただ、いずれにせよ、日本は非常にこのディバイドというか、あの男女の分離も強い世界社会で。例えば、この左下にあるように、高額における女子学生の比率は、まあ、日本は、えっと。まあ、この統計の中で最下位というか、つまり女性がすごく来ない。まあ、そういう社会なわけです。 であとはまあ日本特徴はあの、まあ、もうちょっと指摘するだけにとりますが、つまりあの非常に境界線が強く引かれて、なかなか融,融合も一挙も少ないという社会というのがありまして、文と理に関して言えば、例えば、あの理工系の学位を持つ人が比較的多いけども、全体的に、なんていうか、実務重視の社会で、まあ、そうですね、ちょっとこの話をすると長くなってしまうんです,すいませんこ、質問が出たら扱いますが、 まあ、ある種の,そのこう、なんていうか、硬直した側面というのか、えーまあ、そういった部分があるのか、まああのが、学位の多い人の中には理系の人が多くて、しかし、全体としては高学,学歴の人材が少ないとか、まあ、いろんなあの問題があり、えーまあ、例えば越境して、まあ、女性で理系に行くとかあの、まあ、博士号を持つとか、あるいはさらに学問の学位を取った後 そこから出てです、ねあの、企業で働あの活躍するといった人は、あんまり出てこない、まあ、越境とか融合が難しいような社会というところがあるのかなと思います。まあ、最後ですけれどもあの、まとめになりますが、まあ、現代社会というのはそういうわけで、なるべくならですね、あらゆる分野が協力し合って、まあ、違いを生かして社会の課題に役立つような、まあ、そういったふうになるといいよねという流れがあると思うんですけれども、まあ、なかなかちょっと日本は難しいという側面があるのかもしれません。 で一方で、えっとまあ、今、役に立つということをあえて上に書いたんですけど、その現在、じゃあ、文系と理系といったものが、このあとどうなっていくのかと考えたときに、いくつかの、まあ、悩ましさというのか、あの疑問点というのも出てきます。おそらく、あの役に立つという観点からすると、実は自然科学、人文社会科学の境界線というのは、きっと薄くなっていくのだろうと思われるわけですね。なぜかというとう ある種の社会の問題というのは、必ずしも文系理系、分かれていませんので、より効果的に社会の課題に取り組むためには、さまざまな分野の人が関わる必要がある、まあ、それはもう明らかなわけです。しかし一方で、そうしますと今度は、の別の境界線、例えば実学と非実学とか、役に立つ、立たないといった境界線が強まる可能性もありまして、今日はちょっと細かくはお話できなかったんですけど実は最近の,あの大学のですね、 学部、進学者の例えば政治的な価値観の傾向とか、あるいはあの、えーまあ、階層分布とかですね、そういったものを調べた調査からは、実は分離の,ああの価値観だとか経歴の分断よりも、実学とそうじゃない分野の分断の方が大きくなってるんじゃないかというような、そういった指摘もございます。なのであの、まとめを申しますと、ちょっと時間が過ぎてしまって申し訳なかったんですが、えー、結局のところ、人間社会にはやっぱり常に何らかの、 分断というか分かれ目があり、そのどれが強くあられるかは、非常に状況に、状況次第であると。でまあ、それでもですね、境界線を引くことで自由になることもあるというあの話が今日最初になりましたが、境界線を設けることでできることというのもありまして、ゆ、ま、え、あ、にその、例えば専門文化というものがあるわけです。できた上で、今度は確かにどうやって他の境界線の向こうの人と出会うか、融合するか。 あるいは、あのそれを境界線を越えてみるかと、まあ、さまざまな分けた上で可能性を追求するというところがあの大事なのかなと、えー、改めてき、まあ、今日私も考えてますし、皆様の方でもぜひ考えていただければと思っています。では少しは長くなってしまいましたが、あのご清聴いただき、本当にどうもありがとうございました。